アンドリュー・マイケル・ホールネスは、ジャマイカの政治家。2016年2月25日の総選挙の結果を受けて、同年3月3日から、同国の首相を務めている。2011年10月から2012年1月にも、首相職にあった。セント・キャサリン高校を卒業後、経営学の学士号と開発論の修士号を取得するため、西インド諸島大学に在籍した。 1994年から1996年まで子供に希望を与えるためのボランティア機関の事務局長を務めた。その後、プレミアムグループオブ・カンパニーズに加わり、エドワード・シアガの特別アシスタントとして活動した。1997年、ホルネスは西部中央セントアンドリュー選挙区から国会議員に当選し、 1999年から2002年まで野党の国土開発担当のスポークスパーソンを務めた。2007年9月には教育省に就任した。2011年10月23日、ホルネスはブルース・ゴールディングの公認のジャマイカ労働党党首となり、それに伴って第9代の首相にも就任した。ジャマイカ市上最年少で、 かつ1962年のジャマイカ独立後に生まれた初めての首相でもあった。首相就任後も教育省は兼務した。2011年12月5日、ホルネスは次回の総選挙の期日を同年12月29日に設定した。労働党はその地盤を中心に選挙戦を展開し、ホルネスは経済成長や犯罪の減少など、 4年間の労働党政権の成果を強調した。野党の人民国家党はこれらを18年かかっても成し遂げられなかったと労働党は主張した。しかし国会議員選挙で42議席を獲得し多数派を形成した人民国家党に対して労働党の獲得議席は21に止まり労働党は敗北した。公認の首相には 人民国家党のポーシャ・シンプソン・ミラーが就任した。選挙敗北後の2012年1月から首相に、帰り咲く2016年3月にかけて、ホルネスは野党の院内総務を務めた。2016年2月25日の総選挙で、ホルネスを党首とする労働党は32議席を獲得し、31議席の人民国家党に勝利した。ホルネスの妻のジュリエットも、 国会議員に当選し、初めて首相、または野党院内総務とその配偶者が共に国会に議席を有することになった。2020年9月3日の総選挙で労働党は、前回選挙を大きく上回る49議席を獲得して14議席の人民国家党に圧勝し、ホルネスの首相続投が決まった。百九十七年に、セントキャサリン高校時代に出会った、 会計士のジュリエット・ランデルと結婚した。夫妻には、アダムとアンドリュー・ジュニアの2人の子供がいる。セブンス・デー・アドベンチスト教会に所属している。ありがとうございます。